回のタイトルは XRP が10ドルから20ドルへ向かう道、このサイクルの今がその時である理由です。ぜひ最後までお付き合いください。著名な暗号通貨アナリストのマイキー・ブルクリプトが現在の市場サイクルで XRP が10から20ドルのレベルに達すると予測したことで XRP 投資家の興奮を呼んでいます。現在のネガティブなセンチメントにもかかわらず、この予測は XRP が依然として優れたリターンをもたらし、会議論者を驚かせる急騰をもたらす可能性があることを示唆しています。テクニカルは XRP の将来に強気。マイキー・ブルは XRP の価格変動を追うボリンジャーバンドや強気トレンドの形成を示唆するトレンドラインチャンネルを含むテクニカル分析を共有することで、この強気な見通しを支持しました。さらにウィリアムズ%R指標は XRP の価格がまだ買われすぎゾーンに入っていないため、価格が上昇する余地があることを示しています。これらの要因は暗号通貨の将来が明るいことを示しており、今後数週間価格が上昇し続けることを示唆しています。記事執筆時点で XRP は約 0.6288 ドルで取引されており、過去7日間で 7.28% 上昇しています。この最近の価格変動はこの資産の耐久性とさらなる成長の可能性を浮き彫りにしており、マイキー・ブルなどのアナリストが表明した前向きな姿勢と一致しています。それに加えて大口投資家もこの急騰に注目しており、大規模な暗号通貨送金を追跡するツールであるホエールアラートはアップビットウォレットから未知のウォレットへの3100万 XRP、 約1922万ドル相当の大規模な移動を報告しています。この大規模な移動は XRP が中長期投資のために保持される可能性が高いホドル戦略を示唆しています。 XRP がこのような有望性を示したのは今回が初めてではありません。これまでの分析ではこの資産の価格変動が強調され、6年間の対称三角形パターンを上回っていることや、新たな史上最高値の形成を示唆する小さな三角形が描かれていました。これらの傾向は歴史的に XRP の将来の軌道を予測する上で重要であり、現在の指標は継続的な上昇の勢いを示しています。一方、トルコ第2位の銀行であるガランティ BBVA は XRP とアービトラム ARB をモバイルバンキングアプリケーションに統合したばかりで、 XRP の上昇に信憑性を与えています。同銀行はこの戦略的変更の結果として暗号通貨の提供を拡大することができました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。